ヤッホーアリサです。ヤッホーキラーです。はい、今日はね、アリサがあるものを見つけてきました。それがこちらです。じゃん、シーポのコスメポーチです。だから水色だからね、かわいい。そう、これはお花柄とかいろんな色があったんだけど、アリサはシンプルでかわいい青色にしました。似合う似合う、ありがとう。じゃあこれを早速紹介していきたいと思います。ちなみにこれ SNS でも話題になってるじゃんね。これさ、普通だったらポーチとさ、このシートケースがバラバラになっとって、結構量も多くなったりするやん。でもこれは一体なんですよ。便利なので、これ一個でいいっていう感じです。そこで最近の小学生は何を使っているのかチェック。キラちゃんだったらこの中に何を入れるかを今からチェックしていきたいと思います。なんかさ、小学生のアリサが小学生の頃は、その最近の子より全然おしゃれとかあんまり興味がなかったけん、今の子たちはどんなものを使っているのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、その前にこのシートケースの機能について紹介していきたいと思います。まずね、ここのシーポって書いてあるところを開けると、こんな感じでウェットティッシュが入ってます。で、こっから取り出せるよって感じです。で、ここに2個チャックがあるんですけど、この1個目はこんな感じでマスクが入ってます。そして除菌シートはこっから入れることができます。ということで、入れ終わったのでキラちゃんに紹介してもらいたいと思います。はい、開けるとこんな感じに街があるので、とってもね、丸いものもたくさん入るのでいいと思います。え、これ初めて見た、この形。なんか最近かわかんないけど新しいのです。これは顔と体用なので、もう濡れますね。日焼け止めです。はいはい、次はこのパウダーです。これはなんか春限定だから、もう私しかゲットします。で、これはシアールピンクの色です。はいはい、そして次はこれです。チークです。このチークはエチュードハウスで買いました。初めて買った時に買いました。あれさね、これ持っとるじゃん。あの、東京に行った時、初めての東京のエチュードハウスで買った。レインボー。レインボーチーズサンドを食べたい。じゃん、レインボーサンド。ちなみにこれは02番です、次はリップです。これはなんかちょっとピンクっぽいけど、実際ちょっと赤っぽくなるのがいいです。保湿される。そうそうそう。そしてね、このさくらんぼちゃんがかわいい。かわいい。はい、次はアイシャドウです。これはキャンメイク。そう、これはキャンメイクで、あのキャンメイク私好きなんですよ。だからたくさん持ってます。プチプラでいいよね。はい、これもキャンメイクのアイシャドウです。これはママとお揃いで買いました。はいはい、そして次はワックスです。前髪とか、ね、止めるからそして最後は鏡です。これはダイソーで買いました。友達が持ってて可愛いなと思ってね、私もね買ったんだよ。え、ダイソーでこんなやっとと可愛い。めっちゃここ位置がはぎれてるかな。はぎれてるけど可愛いんですよ。可愛い。はい、これで全部です。今回はサンスター文具からシーポを紹介したよ。イエーイ。これ本当に便利だよね。みんなもぜひよかったらチェックしてみてね。そしてキラちゃんのこともよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、